これについては、吉田議員も議場の中でも取り上げてくださっており、私どもも市町村等とも協力をしながら、今、モニタリングなどをしてですね、そうした対策を始めてきているところでございます。これについては、今おっしゃるような、ブラック炭法という、そういう記事がインターネット上出るようになってきました。私も拝読させていただきましたけれども、 えーまあ、どういう問題があるのかということがありますが、まあ、その背景としてブラック差別は解消されなければならないものと法律上も決められているものでもございますが、まあ、残念ながら、えー、それがあのそのサイトでは実現できていないとでやはり、えーまあ、心の病のような状況であろうかなというふうに思います。でやはり、えーまあ、心の病の病ような えー、状況であろうかなというふうに、えー、思います、まあ、心の病のような、えー、状況であろうかなと心の病のような神奈川県人権啓発センターです、えー、前回の動画で鳥取県議会で先月ね、えー、鳥取ループ自転車っていう、まあ、て我々のことをなざ名指しして ブラック探訪でね、5か所を巡ってると、身元調査につながって差別を煽るっていうようなことを言われたんですね。で、それに対して、平井県知事が、なんか、心の病がどうとか言ってるんですね。で、あの、心の病っていう言葉でね、私が伝送したのが、田中正造ですね、足尾鉱毒事件の。あの人をね、鉱毒訴えて、天皇に直訴して、本来だったらね、不敬罪になるところを、 えーまあ、精神病ということで、えー、結局不経済にならならかったんですねだからもういつの時代もねもう権力者の考えることってのは同じでもう都合が悪くなって論破でき,できなくなるともう相手を精神病を認定すするんですよだから平井県知事もねこうやって言ってるのはまあ言い返せないっていうことでしょう。で今回ねさらに論破していくんですけども結局あの人が何言いたいかっていうとそういう。 童話地区特定してまあ、巡るっていうことがね身元調査につながるとかそういうことを言いたいんだろうけどまあ本心はともかくそれを言ってしまうとですね実は鳥取県内の童話地区の場所っていうのは実はあの全国ブラック調査を見つける前から僕もうほとんど特定してたんですねでそういった資料はだいたいね県立図書館とかねあと まあ市町村の図書館にあるんですよ特にはね私は印象的だったのこれですね。これ鳥取市の童話問題研修資料で、これ鳥取市立図書館の開、ね、館に普通に置いてあってコピーもできたんでコピーしてきたんですけども、これ、林保館組織再編成表、古見、下味も倉田、中央、湖南文館、扶掃という林保館が鳥取市にあるんですけど、対象地区って書いてあるでしょ。 えー、林保館の対象地区ってのは童話地区なんです。これは、えー、前林橋とかですね。あと、厚生労働省なんかを認めてるんですよ。だから、秘密でも何でもないです。この対象地区は童話地区だっていうのが。で、その童話地区の名前っていうのは、書いてあります。これには。えー、古見。で、世帯数も書いてある。古見283世帯。山川派島中村下味の林保館だと、下味の一人。 で倉田林保館だと、円通寺、国安、馬場、宮永中央林保館だと、えー、大國。湖南分館、これ吉岡温泉の近くですね。谷山、高殿。あと、不相林保館、西本寺、元本寺、田之島、八千代、千代、松並。これね、これは僕ね、これもね、これ、この資料見るまで分からなかったです。西本寺、田之島ってかなり大きな地区なんで、実際はこれ、西本寺、田之島っていうだけなんで、松並とか八千代とかね、複数の自治会に分かれてるんですね。 であと、島っていうのは、これ相当役に立って、あの島のブラック探訪をした時なんだけども、7世帯っていうのがすごくポイントなんですね。で、実際、あの島のね、実際、島って結構大きな村なんだけども、そこからちょっと外れたところに7世帯ポツンとあるんですよ。だから、これを見てると、非常にね、ブラックの特定に役に立つんですね。あと、これね、これは、あこれは県立図書館どころか、もう全国のあっちこっちの図書館にあるんですけども、 え前も話したんですけども鳥取県では浄土真宗のね東本願寺といえばもう十中八九部落なんですよ。でこれにお寺の名前が書いてあってね鳥取県は非常に特徴的で炎上寺興福寺あと上福寺3つしか寺がないんですね。だからすごくリアリティのある話をするとね その身元調査って言うんだったら、例えば鳥取県のね、出身の人が、どっかで彼女とつ、彼女と知り合って、で、うん、結婚しようかなと。で、まあ、ちょっとね、両親にせっかくだから、挨拶に来たらどうかと。で、今度法事があるから、その時に一緒に行こうって行くじゃないですか。で、法事がありましたと。で、その法事に、例えば、炎上寺の坊さんが来て、えー、信州大谷派だと。 とするともう分かる人はああというふうになるわけですよ、リアリティの話をするとね、うん。ただまあ実際今は、じゃあだからどうなんだっていうだけの話なんです。ただ、厳然たる事実として、身元調査うんんっていうのは問題だっていうなら、こんな、あの、鳥取県内のね、もう東本願寺の寺は解体すべきなんです、本来は。だけど、やっぱりそこは信教の自由なわけでしょ。で、平井知事も言ってたけど、 その憲法の伝統的な人権というものがあると。学問の自由、表現の自由、信教の自由。そういうものをないがしろにするわけにはいかないんですよね。で、だから、まあ、あちしてね、あの人らの言う人権を守るためには、この憲法のね、憲法に定められたね、もうこの伝統的な人権というのは邪魔で邪魔でしょうがないんですよ。 じゃあなんでこういうことが起こるかっていうと、あの人らの言ってる人権っていうのは人権でも何でもないかなんです。その、何かこう情報を遮断してね、物事を隠すことで何か解決しようっていうのはさ、人権とも何にも関係ないんですよ。ただの秘密主義なんですよ。だから根本的にね、その、何か情報を遮断しようっていう、あの人らの考え方が間違ってるっていうことなの、問題はね。だから、 そもそも人権というものをね、守ろうとしてないからの、だからこの憲法の伝統的な人権っていうのはあの人にと、あの人らにとっては邪魔で邪魔でしょうがないんですで。他にもね、資料があってね、これは、えー、これは県立公文書館にあった資料ですね、えーとえー、市町村のね、 銀保館の、ね、数だとか、童話地区の数、であと世帯数、人口っていうの全部、地図にまとめられてるんですね。あの鳥取県のブラ地図です。まあ、正確な場所はわかんないけど、これ、大体ね、鳥取県の状況はわかるんです。あとこれ、新平民に関する調査票、これ、鳥取県立図書館にありました。 えー、新平民というのがね、この大技別で何世帯あって、あと教育程度なんかも書かれてるし、これもね、普通に県立図書館でコピーできるんです。これも鳥取県内の部落を網羅的に、えー、してますね。で でね、あと、心の病っていうことについて、平井知事ね、多分この人と混同してるかもしれないですね、ひょっとするとね。というか、まあ、この人のことが頭にあるのかもしれないですね。これ、米村アティラっていう人でね、この人はガチで精神描写で、こんな、えー、見ての通り、こんな、最近ね、ファックスでこんなものがうちにも送られてきたんですよ。なんか、あっちこっちにね、とにかく鳥取県に関連する人に、あっちこにこういうファックスを送ってるみたいなんですよね。この人は、うん、なんかいろんな無料の、 ウェブサイトにね、鳥取県のブラックマップとか載せてた人なんですけども、この人はあの措置入院させられてます、何度か。で平井知事も多分ね、その措置入院の、えー、に関わってたと思うんで、まあ、こういう人も知ってるので、だからまあせこ心の病みたいな言葉が出てくるのかなというふうに思うんですよね。で、それでまあ結局ね、この童話対策の施設とか、そういうものについては、もう鳥取県だと。 図書館でででももわわかかるるしまあネットでもわかるんですねでそういうものをじゃあ Google マップに載せたらなんかそういうのを心ない行為とか言って言うんだけどもいや心ないっていうかねいやそれ事実と事実事実実を事実としてそれは書いてるだけであってでそれであとなんかインターネットだとねなんか匿名性があったの容易性拡散性持続性がどうだのっていうけどもその。 なんか未だにこういう考え方なんですね。だから匿名性ってやって別に僕は匿名でやってるわけでもないし、で今はもうインターネットでね、SNS なんかでもう実名で情報を発信してる人なんていっぱいいるわけで、インターネットの匿名性なんてそんなもん、未だにこんなことを言ってるんだなと思って。で、容易性、拡散性って。まあ、容易なのはいいことだし、拡散性も、これもね、 そう、メディアってそういうもんだしね。持続性って言って、持続性だったらもう図書館の方がよっぽど持続性高いですよ。図書館だと本当明治時代の資料もこうやって見れるわけですから。だから、この人らはね、本気でそう思ってるとしたら相当頭が悪いっていうか、うん、もうちょっと勉強した方がいいんじゃないか。それで、山本教育長が、まあ子供にね、そういうネットリテラシーとかね、人権意識を高めていくっていうんだけど、まあ、 そんな、県議会でこんなね、あの、トンチンカンなことを言ってるわけだから、そんな人はまあ、あの子供に何を教育するのか分かんないんだけども、まあ、僕はどんどん教育していけばいいと思うんですよ。その、上辺だけじゃなくてですね。まあ、鳥取県には東和地区ありますと。ありますなのか、ありましたなのか知らんけども、とにかくね、 えーまあ、子供たちがね、もうスマホでね、YouTube なんかで鳥、鳥取県、ブラブ鳥取県、動画とかで検索していくような状況っていうのをどんどん作っていけばいいと思うんですよね。あとね、まあ、この対策として、そのまあね、8してね、鳥取県から僕、直接何か言われたことないんですよ。みんなその法務省とかね そういう企業とかねなんか Google ググにも削除要請されてして無視されたらしいんですけど、まあ鳥取県限らないですけど、結局ね、そういう、こういう、まあいろいろ鳥取県っていうのが悪事をやってきたからね、えー、ここに鳥取県の人権教育基本方針っていのあるんでこれにね、なんか、鳥取県部ラク解放研究所で、これ解放同盟です要は。解放同盟となんか連携するだろうね、そんなことを書いたよね、鳥取県教育委員会に。 こういう悪事をやってきたっていうことが、まあ、まああの人はもう知ってるしでそういう資料もねい,あのいくらでもあるから結局僕と直接議論するとそういうことがねもうあからさまになってで簡単にもう言い返されちゃうからだから結局僕には直接言ってこないわけです。で他にもねなんか鳥取県がね差別禁止の新しい条例を作るべきだとか言って吉田議員が言ってたけどまあそれに対してはまあ平井知事は。 それは難しいいみたいなことを言うんですね、うん、それはやっぱ一番の理由は、えー、今からもう15年ぐらい前なのかな鳥取県人権救済条例っていうのを作ったけどももう、えー、と共産党から弁護士会からあと日本会議なんかからもどんどん叩かれてで結局思考停止になったっていうことがあって、まあ、そのトラウマがあるんですねだからそういう法律を今更作るっていうのも相当難しいと。 でまあ僕はね言いたいのはですねんまあいつも僕はもう洗脳から解かれるべきって言うんだけどもいやこの山本教育長も平井知事も分かってると思うんですよさすがに洗脳されてはないと思いますよ鳥取県の何が問題かっていうのはね例えば琴浦の事例でもね、えー、市町村っていうのはやっぱ童話行政っていうものが結局いい結果って いいうものをあまり生んでないとむしろ弊害が多かったったていうことをもう、ててすね。で特に現場の人間なんかは、あんなもんもう人権擁護とかじゃなくて、もう、金のためにやってたっていうの分かってるわけよ、ぶっちゃけ。ね。あのち中央から金引っ張るためにね、その差別のネタに、エセドア行為ですああいうのをやってたっていう分かってるから、だからもうさすがにその後ろめたいしで、だからそういう童話行政っていうのやめて、部落っていうのも,も、 もう普通の村にしていこうという、まあそういう考え方で今進んでるんだけども、それに対して、あの人権局とかね、えー、あと教育委員会あたりの、まあ洗脳されたちょっと頭のおかしな職員がいるんかな、そういうのが、えー、邪魔をしてるっていうのが今の状態なんですね。まあそのこと、平井知事もね、多分わ分かってると思うんですよ、トップにいれば。だから平井知事にね、今求められてるのは、もうちょっと素直になろうっていうことですね。 八景子ってね、えっ、ー、とね、この吉田議員もね、被差別部落の仲間が、まあ、部落田んぼなんか不安に思ってるっていいけど、その不安に思ってるわけないですから、ね。もう、部落めくって地元の話しても、別にそんな非難されることないですから、何も。むしろね、あの、部落田んぼっていうのはね、結構楽しんでますからね、皆さん。 だからこの被差別部落の仲間ってはこの吉田議員のね、周囲のね、ちょっとあの、旧社会統計の洗脳されたちょっとおかしな活動家連中っていう意味の仲間で、こいつも被差別部落とさえ関係ないかもしれないですがだからこんなに対してね、お前言ってることおかしいって言ったって、別になんてことないし、まあその無視したからってね、それで次回の選挙で不利になるっていうこともないしね。だから こんなのね、平井知事は無視すりゃいいんですよ。で、全国連のね、言葉をかければね、借りれば、やってもいいんだというね、その思いを解き放つ行動が求められてるわけですよ。だからまあ、まとめるとですね、平井知事っていうのはもっと思いを解き放ったらいいと思います。えー、今こそね、その、プラクというものを普通の村に戻すためですね、その市区町村と協力してですね、えー 正常化していくっていうことは今やるべきことじゃないかと思います。えー、ということで、えー、今日の啓発動画でした。